にちは、フォトグラファーの小室美穂です。今回は夜の街の光を利用しながら小物を撮影していきたいと思います。小物の背景に綺麗な丸ボケを作りながら撮影を行っていこうかなと思います。まずは必要な機材からご紹介します。まず一つ目の機材はこちらです。レオフォトの MT-03 っていうミニ三脚をね用意しました。こんな風にね使用することができます。で今回はこんな風に被写体がかなり小さいんですね。なのでカメラも地面ギリギリのローポジションに設置する必要があるんですけれども、この MT-03 は足がねぐっと開くようになっているので、こんな感じで地面すれすれにカメラを設置することが可能になっています。なので今回はねこの三脚を利用しながら撮影を行っていきたいと思います。でカメラはニコンの Z5 というカメラを選びました。フルサイズのセンサーを搭載したカメラになります。でレンズも単焦点レンズを利用して背景をぐっとぼかしていきたいと思います。で 35mm の F1.8 っていう単焦点レンズを選んでいるんですけれども、なぜ 35mm かというと、この小物だけじゃなくて背景には街並みを広く写して街の臨場感も1枚の写真にギュッと入れたような写真にしたいなと思ったので、広角の 35mm っていう焦点距離を選んでいます。で最後にこちら3つ目はLED ライトですね。でなぜ LED ライトかというと、街の光が十分に足りなくって被写体が暗くなっちゃうっていう場合、この LED ライトを使って照らしてあげようかなっていうふうに思っています。まあ、十分にね街の光があれば使用する必要はないと思うんですけれども、万が一ねちょっとこの手前の部分が暗くなってしまいそうな場合は、この光を当てて明るくしてあげようかなというふうに思います。なので今回はねこの3つの機材を使いながら撮影を行っていきます。で小物もいろいろと用意しました。ちっちゃいものからちょっと大きいものまで。でなぜかというと、まあ、どれぐらい背景とのバランスで被写体の大きさを決めたらいいのか、焦点距離と街並みと、あとはこの被写体とっていうのを、このバランスを見ることができるように何種類かね用意をしました。なのでこの辺もちょっと実験しながらやっていきたいと思います。では早速撮影を行っていきたいと思います。まずは設定からご紹介していきたいと思います。カメラの設定はボケをコントロールしたいので A モードで撮影を行っていきます。で F 値の設定に関しては、このレンズは F1.8 まで明るくすることができるんですけれども、 F1.8 から 2.8 ぐらいの間、開放付近でね撮影を行っていきたいと思います。で F 値をちょっとねばらしながら撮影を行っていきます。それはね後ほど理由をご紹介していきたいと思います。ではですね、一度この状態で撮影を行っていくんですけれども、あと ISO に関しては最低感度の100に設定しました。まあ、三脚ね使っているので、せっかくなので高精細な写真を撮りたいと思いますので、最低感度に設定しています。そうするとシャッター速度は遅くなるので、シャッターを押した時の衝撃によってカメラがブレないように、セルフタイマーの、ね、2秒も入れながら撮影を行っていきます。じゃあね1枚撮ってみたいと思います。はい、で今1枚ね撮れたんですけど、この状況結構暗いんですね。なのでやっぱり LED が必要になってきます。で LED をね先ほど使おうと思ったんですけど、ちょっと充電ができてなくってつかなかったので、まあ、そういった時 LED が、まあ、とっさにないよって言った時は iPhone だったりとかスマートフォンの明かりですね、使ってみるといいかなと思います。この状態でもう1枚撮影してみたいと思います。はい、全然違いますね。結構変わりますね。こんな感じで撮影を進めていきたいと思います。でセレクトの時にどんな写真を撮ったのかっていうのをご紹介していきます。昨日撮影してきた写真をセレクトしていきたいと思います。今回はこの家と自転車の小物を使用しながら撮影をしています。まずは家の写真なんですけれども、こちらがそのまんまパシャッとね1枚撮りました。これだとやっぱりちょっと暗いですよね。なのでライトを当ててあげるとこんな感じですね。そうすると家の正面にもしっかりと光が当たって、背景には丸ボケがあって明るさのバランスがいいですよね。で自転車もやっぱりこのまんまだとちょっとねやっぱ暗いだけのお写真になってしまうんですけれども、そしてちょっと自転車のディティールも分かりにくいですよね。なのでライトを当ててあげました。
でどういうふうにライトを当ててあげたかというと、ちょっとね真上目からね当ててあげました。トップライトって言います、上からの光をね。でそうすることによってこの自転車が街灯で照らされたような雰囲気っていうのを作り出すことができるかなと思ったので真上から当てました。でライトは当てる方向によって写真の雰囲気って変わってくるので、いろいろとね試してみるといいと思います。はい、今回は、単焦点レンズを使用しているんですけれども、 F 値をねいろいろと試しながら撮影をしているんですね。 F1.8 から F3.5 の間でバラしながら撮影を行っています。でこれはなぜかというと F 値によって丸ボケの大きさや形が変わってくるんですね。まずは F 値が変わっていくと丸ボケの大きさっていうのはどういうふうに変化していくのかっていうのをご紹介していきたいと思います。これが F1.8 で撮影を行いました。でここからねどんどん F 値を大きくしていきます。 1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.2、3.5。でやはりですね F 値が小さければ小さいほど丸ボケっていうのは大きくなりますし、 F 値が大きくなればなるほど丸ボケっていうのはどんどん小さくなっていくんですね。もう一回見てみましょうかね。 F 値が小さくなるとこんな風にね丸ボケが大きくなっていきます。で次に F 値が変わっていくと今度はね丸ボケの形も変わっていくんですね。で真ん中にある丸ボケはそのまんまの綺麗な丸なんですけれども、画面の周辺に行けば行くほど丸ボケがレモン型になっていくんです。この F 値がね明るいとレモン型のように丸ボケが現れるんですね。これちょっとね一回見ていただこうかなと思います。 F1.8 だと周辺がこんな風にレモンのような形ですね。で 2.0、2.2、2.5、2.8、この辺からちょっとずつ丸くなってきましたね。 3.2、3.5 っていう風にこんな風に画面の真ん中は綺麗な丸なのは変わらないと思うんですけれども、周辺の形がねやっぱり変わってきましたね。これなぜかというと後景色という現象が影響しています。レンズはこんな風に直進する光なので、構図に対して真ん中にある光っていうのは素直にセンサーに届いてくれるんですけれども、横からの光、つまりですね構図の周辺側にある光っていうのは横からこういう風に入ってくるので、ここのね部分に横の部分に蹴られてしまうんですね。でそうすることによって丸ボケがレモンのような形になってしまうんです。これがね後景色という現象になります。で この後景色は F 値が小さければ小さいほど影響を受けて、大きくなればなるほどこの後景色の影響というのはだんだん薄れていくんですね。それがこのように丸ボケの形となって現れてきます。次にですねお家の方でも見てみましょうか。これが F1.8、 やはり周辺はちょっとねレモンのような形になっています。2.0、2.2、2.5、2.8 というふうに光を配置する場所だったりとか、あとは被写体との距離によって F 値どれぐらいまで大きくすれば丸ボケがきれいに作れるのかっていうのが変わってきますので、いろいろとね実験しながら撮影してみるといいと思います。で今回みたいに F 値をばらかしながら撮影していくと、セレクトの時に F 値の大きさだったりとかその丸ボケの形のバランスっていうのを選ぶことができるので、たくさんね撮影しておくのは大切だと思います。でこういった後景色が現れるレンズっていうのは単焦点レンズに多いんですね。特にこの F 値が明るいレンズっていうのは後景色が起こりやすくなってきます。なので今回のように綺麗な丸ボケを作りたいときはこの F 値をばらかしながら撮影するっていうのを大切にしてみてください。今回はこちらの自転車の写真をロー現像して仕上げていきたいと思います。 I'm walkingOh, these thoughts are running Yelling, catch me if you can And I'm wondering If I should chase behind Or stop wondering And try to take a stand Oh, and they keep asking Where the hell I'm going Who I'll be for the rest of my life Well, I don't know where time is gonna take me No, I'm just trying to take my timeI
coffee is steaming, getting colder with time, and I'm wondering if maybe。ローゲン像が終わりました。今回はルミナー AI という画像編集ソフトを使って仕上げています。まずはですね、テンプレートを選んでいるんですけれども、テンプレートが大都市の輝きコレクションのストリート劇場というのを選んでいます。でそれにして全体の色味を決定して、あとはハイライトを少し明るくして、シャドウの部分をちょっと暗くして、丸ボケを引き立てるような調整を行っています。あとは最後に私の好きなビネッティングを入れることによって、真ん中にある光、つまりですね、自転車に当たっている光が強調されるような仕上げにしています。ということで今回はこの夜の街並みの光を活かしながら小物を撮るテクニックっていうのをご紹介してみました。カメラと単焦点レンズ、あとは三脚 LED、 これがあれば撮影することができるテクニックなので、ぜひ試していただければと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。